皆さんこんばんは。投資大好きな投資カリバティです。今日はテクニカルについて学んでいきましょう。点滴点、私は結構なチャートマニアです。カブタンのチャートを見てるだけで泣いたり笑ったり吐いたりする変態です。比喩ではなく本当に涙を流して泣いたりゲロを吐いたりします。だから汚いチャートを見ると全身がムズムズするわけです。点滴点、そんな私が最近汚いチャートだと思うのが2914JT 日本タバコ産業なわけです。点滴点、ファンダメンタル的にはこの会社はタバコの値上げを発表すると株価が張りやすくなるわけです。で、先月にズコーンと窓を開けて上昇しました。で、今は配当の権利落ちでズコーンと下がっとるわけです。極端に動くのはいいのですが、チャートのテクニカル的には窓を開けたら閉めるというのがマナーです。多分いつになるかは知りませんが、近いうちに JT の株価は2500を瞬間的に切ると思っとるわけです。 JT が欲しい人は2500に差し値入れとけばいいんじゃねーのと思っとるわけです。点滴点、不思議なことに窓を開けたら閉めるというマナーは市場の共通認識で、多くのケースで窓が開いたら窓を閉めに戻る現象が観測されとるわけです。わざわざそんな律儀に閉めたくてもと思ってしまうほど、窓を開けたら閉めに来る非常に再現性の高い常識、アノマリーなのです。知らない人は絶対に覚えておいた方がいい投資の知識の一つです。点滴点、チャートを見てるとそこらの映画や小説よりも感情を揺さぶられます。どうでもいい情報ですが、私は日足よりも月足を見て興奮するタイプです。笑い、歴史をね、感じるんですよ。屋久島の屋久杉に手を当てて、つわものどもが夢のコート妄想するみたいに、歴史をね、感じるんですよ。笑い、点滴点、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。